ぐや姫と3匹の小豚は呪いの人形のもとに到達する。これでおさらばですわ。だが終止符を打つはずの一撃を呪いの人形が自ら動いて受け止めた。こやつ動くでござる。そして呪いの人形は若将軍の欲望と戦場の呪いを取り込み、あるべき姿を取り戻したのだった。こちらを見てますわね。こっちに来てでござる。おぞましい姿に変わった呪いの人形は敵意に反応したのか、3匹の子豚たちに襲いかかってきたのだった。命のやり取りしかありません。参りましょう。人形だって食べる。私たちとしての意地でござる。とても強そうでござる。ええ、強いオーラを感じます。最後の戦いである。おのおの覚悟なされ。恐ろしい呪いの力を振りまいた人形だが、かぐや姫と3匹の子豚も戦乱の中で鍛え上げられていた。ゆえに呪いの人形の攻撃をかいくぐり、致命的な一撃を加えたのだった。呪い人形打ち取ったり。3匹の子豚がそう叫ぶと、呪いの人形が粉々に砕け、戦場を光が覆った。この光は。そして光に包まれたドロシーたちは再び意識を失った。